よりを乗せて船はゆくゆくハブ港。あんたもよう車汚れてまんな。おおおおおお、どうかどうか、アホやこいつ。
3つウインカーが点滅したら大量にしてますわ。ほんとね、脱いですぐ入る人もいるんですよね。それはね、はっきり言ってね、死ねばいいのに。ほんとね、声を大にして言いたいですよ。ほんと何しやがんでおめえと。お、綺麗なトラックが。ああ、Cさんだねこれ。白ナンバー。おそらく、おそらく東京やっちゃわがなんか行っちゃったかって。知りませんけど。知りませんけど。一番で間に合わそうと思って。一生懸命走ってるんですかね。まあ今サーッと入りましたけど、まあこれでもちょっと気に入らないじゃ気に入らないんですけれどもね。で、あ、今みたいな感じだったらまあいいですね。本当ね、抜いてすぐにね入る人がねいますからね、本当ねやめてほしいですわ。あれはで、今頃ほれ車間距離が近いと勝手にブレーキがかかるやつがあるじゃないですか。で、私がね今これ乗ってるやつはね、まあ車間距離が何メーターだよって警告ランプがねつくんですけれども、警告ランプはつくんですがブレーキはかからないな。ブレーキが確かねこれブレーキはねかかる装置はないと思うんですけどもね。でもねこの前ね、まあ、この仕事をするのにあたってね、教えてもらった人のトラックにはそうついてましたね。車間距離が詰まると勝手に自動ブレーキがねかかってくるやつが。見てくださいね、この乗用車もバカでしょ。このトラックもバカでしょ。ほんとはっきり言ってね言いますよ。ほんとその車間距離はどうなのと。本当ね、やめてほしいですわ。本当ね、最近そんなんがね、多いですよ。で、忙しいですね、右行ったり左行ったり。そんなんがね、事故を誘発するんですよね。本当ね、最近そういうのが増えましたわ。本当ね、やめてもらいたい。で、このバックモニターですけれども、まあ話、随分戻れますけれども、私が元いた会社にそのバックモニター、バックカメラをつけた車がねバックしてたんですよね。で、軽トラか軽のバンだったかな、確か軽のバンだったと思いますがね。で、そいつにねバックしててブチ当てたんですよね、後ろに。まあ、そのぶつけた人もね運転上手になかったんですけどね、まあ大型を乗ってみたかったんでしょう、おそらく。まあ免許は持っていたんですが、まあなんかでね、まあ横持ちかなんか してたんかな、ちょっとよく忘れましたけれども。で、まあ、職種はね、その人運転手じゃないですよね、作業員なんですけれども、まあ、あまりトラック乗ったことがない、まだまだ初心者でしたけどね。で、まあ要するに後ろの確認不足ということですよね。後ろを見てたのか、バックカメラばっかりに頼ってたのかどうかは分かりませんけれどもね。ものの見事にね、後ろブチ当ててましたよ。で、スーパーハウスのね倉庫があったんですけどね、そ
その間にね、その K のライト板が挟まれましてね、でスーパーハウスの倉庫ももちろん壊れるし、 K4 も壊れるし、本当踏んだり蹴ったりでしたよ。ああとやっちまったなということで、まあ私一言言いましたけどね、いくらそのバックカメラつけても、そんなぶつけたら意味がねえじゃないかと、ちゃんと降りて自分の目で確認せよと言いましたけれどもね、まあ、やはりねこのバックカメラで言ってもね、どこまで信用ができるか、視覚はね絶対にありますので、見えない部分もねありますので、絶対ではありませんからね。で少しでも不安だったり狭いところをね行くようなところはね、絶対自分の目でね見ないと、こんなん信用しちゃダメですよ。私もおりますからね、私も、まあ、バックカメラがついてない車でバックしてて、まあ、東京の電柱をへし折ったね、ことがあるんで、そういう苦い経験があるんでね、私は一旦降りて見ますね。もしくは自分が入る時にしっかり見ますね、その周りを。でそこに侵入していくということをやります。でないとね、ほんとバックカメラだってね、信用はできませんので、ほんとね、これを偉そうにつけててもね、いやぶつける人はぶつけるんですよ。なのでね、ほんとまあ吉原市というかね、何のためにそれがついてるかということですわ。でカメラにモニターに映らない部分ももちろんありますからね、まあ、バックで下がってて、なんか倉庫の低いところにね、当てたり、軒先とか塗皮とかなんかあるじゃないですか、ひさし、そういう感じのああいうところにね引っ掛けたり、結構ねそういう事故リレー、事故例がね、回覧板でよく回ってきますわ。まあそれ私見るたびにね、思うんですけれどもね、そういうバックカメラばっかり見て下がるからそんなことになるんだよと、自分の目で見んかいと思うんですけどもね、皆さんはいかがでしょうか、そんな経験はないでしょうか。まあ私何遍もあるんでね、やっぱり自分の目が一番信用できますよ。あとはね、これまあ何のためについてるかというと、まあそもそもバックでつけるホーム付けとかあるじゃないですか、ホームにつけるとかね、路線なんかそうですよね、雑貨便なんとか、そういうホームにつける時のトラックがまあ後ろ見やすいようについてるだと思います。で大体これ走行中に見ませんからね、こんなものはバックカメラみたいなので後ろを下がる時に、でまあ最後一番後ろになんかフェンスがあったりだとか、そういうところにねギリギリ下がる時ぐらいでしかこれ活用しないですよ。あとは視覚なんだからしっかりと自分の目で見て確かめろっちゅう話です。はい、それではこの動画は以上になります。この動画が役に立ったという方はグッドボタンを2、3回と言わず1回でいいので、でチャンネル登録してやろうという方はチャンネル登録をされると
このまたハゲオヤジの声が聞きますのでよろしくお願いします。それでは以上になります。3連休楽しんでください。